皆さん、サルウェイ、こんにちは。ボータリーのさとちゃんとゆきんぐい、よろしくお願いします。はい、今日の企画はですね、びっくりした、はいはい、ついに来ました、モンスト投票勝ち来ました。待ってたよ。そう、でも俺らちょっとね、時間がなくてなかなか弾けなかったんで、そう今日やっと弾けるということで、弾いていきたいなって思います。よっしゃ、それでは行きましょう。はい、というわけで、はい、早速画面を開いたので、はい、聞いていきたいと思います。まずどっちからいきますか。ゆきんからいきますね。 OK。 ちなみに、はい、まあ、今回25体、うん、ということで、まあ、1位からば25位まであるんですけれども、基本外れはないね。うん、何当たっても嬉しい。うん、でも俺はそうだな、狙うとしたらモーセ、うん、アリス。アリスね、たまに出てくる友情、うん、フレンドじゃない人とかで、うん、こう使うんやけど、うん、めっちゃ強い、うん、あとはルー。あ、ルー強いよね。その辺当てていきたいなって思います。はいはいはい、まあ正直いらないのはルシファー。もういらんからね。ルシファーもう簡単にできてるから、ルシファー以外引いていきたいなって思います。俺は、うん、意外にこの前の超重心祭で、うん、確定演出から、うん、マナとゴエモンが当たったんですよ。で、マナ2体目になったんですよ。まあ、3体目あっても本当に嬉しいから、うん、マナーで、あとモーセ、うん、アリス、うん、弁財天、うん、とか、なんかまあ結構いろいろ欲しいけど、まあなんかなんだろうな、ダルタニャンとか、うん、そこら卑弥呼とかはちょっといらないかなって感じかな。うん、でもやっぱ色ガチャの限定キャラ欲しいかなと思う。俺、そうだね、長寿劇中はワンチャン弾ける可能性あるから、うんうんうん、色ガチャの方のキャラが欲しいから、うん、じゃあ早速弾いていきたいと思います。オッケー、いくぜ。何が来るかな。しかも今回特エル、あ、好きだもんね。好きだからゴー。何が出るかな。ユキング、ルシファー4体目でございます。いや、待って、なんで。いや、なんで、マジでなんで。いや、待って。この前、乾杯できたばっかなのに、もう、うわ、マジ。まあ、でも、身が大事。まあ、確かに身によってね。身は正面削り、L。 まあまあ、悪くはないんじゃないかな。まあ、悪くはない、うん、正面削りつけてるルシファー、俺いないから。じゃあ逆にいいかもね。うん、まあこれを機に、まあこのルシファーだ。まあユキング4体目でございます。まあ、使っていきたいなって思います。はい、というわけでルシファー4体目合わす。まあ一曲にしようかな、この際ルシファー。あ、確かにね、うん、もう当ててってね。うんうん、じゃあ続いて、うん、サズちゃんいきます。うい、ここでルシファーだったら面白いけどないきます。ショックでかいよし、うん、それでは弾きたいと思います。うん、これでモーセとかだったらマジで羨ましい。いきます。はい、まあ嬉しいけど、うん、ユキングと比べたらさ、まあ2体目だもんね。まあまあまあ、うん、覇者で使えるし。そうだね、2体持ってても。よし、じゃあまず身を確認したいと思います。身はこちらになります。大丈夫、即必殺いいじゃん。まあ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 、悪くない、悪くないし。うん、何ターンだっけ。24ターンだから19ターンで使えるじゃんね。まあ悪くないんじゃない。まあ悪くない、うん、ありですね、これは。まあまあまあ、でもよく言うとね、まあまあ持ってないキャラとかね。そうそうそう、欲しかったよね、正直。まあモーセ、モーセ、モーセ来ないね。なるほど、うん、ということでございます。こんな感じでございます。
まあこのチャンネルがねよかったらチャンネル登録グッドボタンお待ちしております。よろしくお願いします。あとはねみんなが何当たったかとかもねコメントしてくれたら嬉しいなと思います。そうするとね、うん、うわマジかモンスター当たったかって俺らも 見れるし、うんうん、でもなんかねどん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 なんかモンスト僕らもねチャンネル見ていただいて、うん、モンストやってみようかなとか思っていただけれたらもう、うん、僕らも嬉しいので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ではまた次回の動画で、せーの、我れ、これ俺初めてじゃない？確かに。バイバイ。